はい、おはようございます。4月2日の朝です。今日もね、毎日だけどいい天気です。うちのパオ君に今日も5時半に起こされてますけど、今日はね、また相談事を一つご紹介します。28歳の男性、これ春日井市と読みすればいいのかな。春の日の井戸の井に市、春日井市、どこだろう、名古屋の方かな。28歳の男性の方の相談で、お相手の女性がね、36歳のフィリピン人の方で、でこの男性は、日本でサラリーマン、会社員をしているということですね。でこの女性とは、2018年、何月か書いてないですけど、男性3人、友達とですね、セブ旅行に行った時に出会ったということです。観光のガイドにこのお相手の女性がね、ついてたということで、で、まあ、観光が終わった後、夕食に誘って、でその時にね、連絡先を交換して、なんとなくやり取りが始まったっていうことで、で去年はね、この女性に会いにね、4回セブンに行ったそうです。で去年のね、2月に、マクタン島のホテルブルーウォーター、マリバゴブルーウォーターですね、に泊まって、でやっぱこの女性にちょっと案内をしてもらったっていうことで、この時になんかこういうお付き合いが始まったようですけれども、で次に2月に来て、次に1ヶ月を経て4月ですね、去年の4月にまたセブンにこの方行きます。でその時はマクタンのタンブリビーチクラブに泊まって、4泊このね、お相手の女性の方が一緒にいてくれたってことなんですけれども、最初はね、年は知らなかったらしいんですけれども、この時4月に、初めてね、相手の年をはっきりと聞いたということで、36歳ということです。この相談者の方よりもね、8歳年上なんですけれども、とても綺麗な方ということで、で2ヶ月を置いて、7月にまた、セブンに行くんですね。でこの時はセブシティのホテルに泊まって、その彼女のうち、実家ですね、親のいるところに遊びに行ったそうです。アルガオ、アルガオってどこだろう、多分セブシティからずっとこう南の方にあったな、アルガオ、バスに乗ってね、会いに行ったそうです。で6人兄弟の真ん中、上から3番目ということなんですね、このお相手の方が。で兄弟が上から41、38、この方が36歳で、下が32、30、28の6人の、上から3番目ということで、お父さんが60歳、お母さんが58歳。これはね、相談者の方は動画で言っていいって言うんでね、僕今書き写したの読み上げてますけれども、で、この時に初めて聞いたので、この女性の方は、日本語がね、かなり達者だということなんですけれども、一応ガイドのね、ライセンスを持ってガイドしてるということなんですね。で、この時に驚いたことがあるわけですよね。このお相手の女性は日本に、出稼ぎに行ってたことがあるということで、5回それがね、16歳の時から日本に行ってたってことなんですよ。お姉さんの名前を使ったということらしいんですけど、これね、違法といえば違法なんですけれども、でその名前をね、借りていたお姉さん、41歳のお姉さんに会ったら、このね、36歳の方ほどは美人ではなかったってことなんですけれども、多分ね、この方はね、この一家支えるためですか、自分がね、日本に働きに行ってたんだと思いますけれども、もう5回ってすごいな、16歳の時から、一家を支えてきたんですね。はい、それで、
7月にいて親に会ってうち訪ねた後で、で8、9、10、3ヶ月空いて11月にまた、セブンに行くわけですね。この時もシティのホテルに泊まって、一度アルガウの方に遊びに行ったということで、でこれ7月からねずっと話し合ってたらしいんですけど、この方ね相談者の28歳の男性の方、あの日本人には珍しくね、あのカトリックのね洗礼を受けていてるっていう方で、日本でですね、でこのお相手の方が、まあ、フィリピンのねキリスト教のあのボーンアゲンクリスチャンっていうところの、まあ、信者だったらしく、この時にねこの相談者の方もねボーンアゲンクリスチャンにね改宗したそうです。結婚しようという話が出てたそうなんですね。で、相手のお相手の親お母さんが言うには、ボーンアゲンの人は何て言うんですか、浮気なんかをしないなんていうふうにね、真面目だっていうふうに言うんですけど、まあこれは宗教関係ないですからね。うちの前のかみさんだってねボーンアゲインだったけどね、あのこれ関係ないですね。まあいいか。で、この男性28歳の男性は春日井市では、両親と同居しているっていうことで一人っ子なんですね。で、年上のねフィリピン人の女性と結婚するということで両親に反対をされている、11月からずっと反対されていたってことで、まあ、一度ね会ってほしいということで3月ですね、今年の3月に両親を連れてセブに来る予定だった、行く予定だったんですが、こういう状況なんでちょっとそれが延期になっているってことなんです。でこのお相手の方はかなり美人でいい子だってことなんですね。一緒にいても金をお金を使わせないようにしている、まあ、高いレストランにも行かない、あこのホテルもそうなんですね。ブルーウォーターは高かったってことでタンブリービーチクラブの安い部屋にを取った、でシティのホテルも安いホテルだって、1泊1500ペソぐらいのホテルにをいつもこの子が相手の方がね予約してくれてるってことで、一緒にいる時にお金を使わさない、ただねいろいろ助けてはいるんですよね。一番下、6人兄弟のうちの一番下と一番上と、このお相手の方が女性なんですね。で長男と次男は大工をしていて、三男30歳は、この三男の30歳の方だけが未婚でトライシクルのドライバーをしているということなんですが、一番下の妹28歳の妹がもう結婚していて、去年の10月に出産するという時に出産費用として6万円を送ってあげたということなんですね。あ、それと、今年の1月に、お父さんが骨折したということで、5万円を送ってあげたということです。お父さん仕事何してるのかな。で、先月ですね、もう今となった先月、3月ですよね、ついこの前、この働き手がね仕事ができなくなったということなんで、親を連れて、この方がね両親連れてセブンに行く予定だったっていうのが中止になったんで、10万円を送ってあげた。確かに生活ね仕事もできなくなって今大変ですからね、いいんですけれども、どういうねお相手の方か僕は全然知らないですし、今ねこのガイドのライセンスまで取ってね仕事をしてるってことで、一生懸命やってるんでしょうし、多分この方ね、このお相手の女性の方のね要はね過去が気になるってことだと思うんですけれども、なんていうのかな、いろんな見方ができるんだけど、過去は過去なんですよね。過ぎたことで、あの日本人の方だってね、いろんな方だってみんなそれぞれにね過去、人に言えないような過去を持ってる方もいるだろうし、別にね過去はね僕も飛ばないんだけれども、
ただね、こう36歳でしょ、で16歳の時って言ったらもう20年前から日本には関わってるわけですよね。5回ということは、6ヶ月ずつだとしたら2年半は日本にいた。で、まあ、水商売をして、はっきり言っちゃえばね、日本人男性の扱いにもうまいわけなんですよね。でこのね、28歳の相談者の男性の方がどれだけこうね、女性経験があって、でフィリピン人のね、ことを分かっているか。で面白いのが、この方のね、お父さん、60歳のお父さん、僕と同い年のね、お父さんが、まあいろいろね、お母さんに内緒でアドバイスをくれたってことなんですが、お父さんもね、一時あの日本のフィリピンパブにハマっていたことがあるそうです。お父さんも結構痛い目に遭ったということで、猛反対をしているということなんですけれども、まあ、なんとか説得して3月にね、3月にセブンに行く予定だったってことなんですけれども、まあね、いろんなね事情があってね、日本にもこの方ね、お相手の方5回も来てしゃんでしょうし、で、お相手の方は日本語がかなり達者、まあ、日本語が生きてればね、基本的なことはできるような、多分ガイドのライセンス取るときに日本語、ちゃんとした日本語をね、多分勉強したんだと思いますけれども、でこの相談者の男性の方は英語が本当に単語を並べる程度の片言ということで、ビサヤ語、タガログ語はもちろんわからないってことなんですね。でもサラリーマンやっててよくね、こんなにいけたよな。ああ、まあでもね、有給とかがありますからね。まあ、ということなんですけれども、どう思いますかというような質問なんですけれども、まあこの状況ね、僕目で見たわけじゃないですから、まあね、はっきりは分からないですけれども、28歳と36歳、ね、これまたね、見てる方からねコメント寄せていただけると思いますけれども、まあでも実際ね、この状況が終わったらね、ご両親連れてねセブンに行ってみるのもいいんじゃないですか。今ね、結構まあ平たく言えばね、熱くなってると思うんですよね。でこの方はいつも LINE でやり取りして、 LINE やっぱり使う人多いですよね。僕も使ってますけどね。で、この方ね、まあ今ね自宅待機ということで自宅で仕事しているらしいですが、で時間があってね、 YouTube をいろいろ見てるうちに、私のチャンネルにたどり着いて動画を全部見ていただいたってことで、相談事とかもね全部読んで、コメントも読んだそうです。で今までね、あのコメントいただいた方が言ってたようにね、 Facebook なんかもチェックしてたっていうことなんですけれども、あのお客さんを案内した時のね写真だとか、そういうのがいっぱいされアップされていたということで、まあ仕事で Facebook も使ってたんでしょうね。まあね、この美人のガイドの方だったらね、そういうエージェント通さないでね、直接依頼なんかもあるでしょうし、まあ、Facebook 有効に使ってたんだと思いますけれども、でこの女性は、旅行者の方がよくマクタン島に着くというので、橋を渡ったところですね、マンダウェイに、小さな部屋、ボーディングハウス、家賃月1500ペソ、あ、1500ペソでまだあるんだっていうところに住んでるそうです。でまあ、当初の予定としては先月3月ですね、両親を連れてセブンに行って、相手方の家族と会ってもらって、まあ、許可が出たらですね、すぐに結婚へと進もうと思ってたということなんですけれども、いろんな状況がねこう想像できてしまうんだけれども、はっきり言ってね、この女性の方ね、悪く言ってしまうとね、日本人の扱いに慣れてるんで、
28歳の相談者の方がね、どれだけこういう恋愛経験あるかわからないですけれども、まあね、こう若い、28歳って若いですから、若い日本人のね、もうこううまくハンドリングするぐらいね、もう本当に赤子の手をひねるようなもんだと思うんですけれども、すいませんね、悪く言ってね、ただね、そのぐらい考えて一歩ずつ一歩ずつ進んでいった方がいいと思いますけれども、またあのね、きついコメントをね、見ていただいている方からもらえると思いますけれども、一つずつ読んでください。当てはまることもあれば当てはまらないこともあるかもしれないですけれど、皆さん本当に優しい方多いんで、いろんなコメント書いてくれますから、はい、また今日4月2日、午後2時から、日本時間で3時からね、ライブ予定してます。皆さんまたね、来ていろいろと話しましょう。今日のねテーマはね、多分ですよ、ものすごく笑ったことを、なんて今まででおかしかったことをなんかをね、ちょっとね、いろいろ皆さんに話してもらおうかなって、それでみんなで笑えればなと思ってますけれども、それじゃあまた、今日の午後にお会いしましょう。